グラノーラグラノーラはシリアル食品の一種。ロールドオーツや、麦、玄米、トウモロコシなどをおもとした穀物加工品とココナッツ、ナッツなどを砂糖、蜂蜜、メープルなどのシロップ、植物油とで混ぜてオーブンで焼いたもの。さらにドライフルーツなどが混ぜられることも多い。オーブンで焼く途中に何度かかき混ぜる、もしくは焼き上げた後に破砕することで適当な会場と、 するる加熱処理ののがミューーズリーとの違いと言えるグラノーラバーヨーグルトや牛乳をかけて朝食としたりおやつとしてそのまま食べる軽くて持ち運びやすく栄養価が高いためキャンプやハイキングの携帯食にも向いている今日ではグラノーラを棒状に固めたグラノーラバーもおやつや携帯食として人気がある日本の食品メーカーでは主にカルビー日清しつ 日本ケロックが販売している。グラノーラは加熱処理を行っており、原材料の持つ栄養素が破壊されている。各メーカーとも必須ビタミンなどを添加し、高栄養価であることをうたっている。また、様々な栄養価が高い反面で、糖質が低めであるため、低糖質ダイエットをする人に利用されるなど、日本でも人気の理由にもなっている。ただし、 食パンなどと比較してもカロリーは低くないので食べすぎればダイエット効果はないことに注意する必要がある。1863年にジェームス・ケイ・レブ・ジャクソンがサナトリウムの患者のためにグラハムコを使ったグラニューラを発明する。グラハムコの生地を伸ばしてシート状にした後調整。粉砕を二度に小さな粒状にしたものでとても硬く食べるまでに 水や牛乳に長時間浸す必要があった。1880年頃、ジョン・ハーベー・ケロックは、ジャクソンのグラニューラを、名称もそのままに模倣した製品を、自身の経営するサナトリウムで入所者に提供していた。グラハム湖の代わりに、塩漠などを使用し、ローラーで押しつぶして、フレーク状にすることにより食べやすくする独自の改良を加えたことにより、このグラニューラは、 入所者らの好評を終え、これに目をつけた、ジョンの弟であるウィルがこれに砂糖を添加して、商品として売り出すことを提案しこの結果ケロックが創業した。それに続いて、多くの類似製品も誕生し、特にジョンのサナトリウムの入所者であった CW ポストが、ケロックのレシピを盗み出して売り出した、グレープナッツは2021年現在でも販売されており、本社をケロックと同じく、 ミシガン州バトルクリーク市に置いている。ジャクソンはケロックを訴えたため、ケロックのグラニューラはグラノーラに改名された。グラノーラはその後に発明されるコーンフレークなどのより食べやすいシリアル食品にとって変わられ、1960年頃までは健康食品の一つとして細々と販売されていた。1960年代の自然食及び健康食品ブームの折に、 グラノーラの人気が再燃し、ドライフルーツやナッツを加えて変化をつけ、甘味料を加えて食べやすくし今のような形になった。グラニューラは、もともとは19世紀後半に開発された、全粒穀物の生地を焼いて砕いた健康食品に、使用されていた商標で、現代の形のロールドオーツを原料とした、サクサクするグラノーラは1960年代のヒッピームーブメントにおける、 自然主義、健康食品ブームの中で誕生し広まった。米俗語の用法では、健康食品思考の環境を意識したヒッピー的カウンターカルチャーに逆戻りしたようなという意味がある。これは、グラノーラの持つ健全で自然主義的なイメージが1960年代のヒッピー文化やカウンターカルチャー等と結びつけられているためである。グラニューラは今でもオーストラリアでは、 オーストラリアンヘルスニュートリションアソシエーション、リミテッド社の子会社、サニタリウムヘルスウェルビーイングカンパニー社の登録商標である。フルグラカルビーのシリアルカルビー株式会社、ゴロット大豆のグラノーラに十2 0 g 日清食品グループ栄養、健康についてカルビーのシリアルカルビー、株式会社商品画像を参照、ゴロット、グラノーラについてゴロット、 グラノーラに新食品グループ。ダンズビルヒストリーダンズビル。パブリックライブラリー。リリーブド2013年11月14日。グラノーラヒストリーハット。ジーニアスエワ辞典第4版。大衆館書店。2006年。トム・ダルゼルテリー・ビクター。エズ・ザ・ニュー・パートリッジ・ディクショナリー・オブ・スラングアンコンベンショナル・イングリッシュ。ボリューム1。ラウトレッジ。ロンドン。 2006P909ISBN0 から415259371ありがとうございます。